路地募集でわざわざ我孫子に着くのって大丈夫ですか？ まだ横浜とか大宮とか余ってんじゃないの？手取り屋佐藤社長、最近どうですか？ というわけで、お願いします。今日も来てもらいました。もう本当大変ですよね、いつもね。ノーチャンスでいきなりそうらすね。そうですね、はい。結構忙しいのにね。そうですね、今日もちょっとドライヘッドスパ専門店、癒しっぱ我孫子店オープンということで。今日オープン、はい、これ撮ってる日、はい、おゼロ時募集ですよね、まさにね。そうですね、はい。どうですか、手応えは。我孫子市はそのお隣の柏とか、まあ、新宿とかに比べると結構田舎なので、はい、そうですよね。どういう風にやっていこうかなっていうのは今悩んでるところです。柏もあるできましたよね。そうですね、柏、柏にあって我孫子にあるんだからね。それ結構なんか急に流行ってきたなみたいな、うん、まあ我孫子は普通に考えたら300番目か400番目くらいにできる駅なんで、我孫子愛があるからね。そうですよね、うん、そうですね、はい。武田塾で言ったら柏は10校舎以内でできたっけね。うん、できました。そうだよね、うん、我孫子は何百個目、300何十個目じゃないですか、ね、380とか。なのにゼロ時募集でわざわざ我孫子に着くのって大丈夫ですか？まだ横浜とか大宮とか余ってんじゃないの？ただ私の場合はもう地元なので地元でどういう風にやっていくかっていうことを考えながら、うん、はい、まあでもフランチャイズとしてはむちゃくちゃこの検証にはなりますよね、うん、ゼロ時募集的なね、うん、だって柏と我孫子でどう違うかっていうのと、うん、なおかつ柏にあっても我孫子でできるんだとなったら、うん、かなりこれはね、これすごいよね、うん、だって武田塾がいきなり我孫子に作って流行ったかっつったらもう流行んないよね、うん、だそういう意味でのそのフランチャイズ一番この難しいとこですよね、うん、大都市みんなが寄っていくこの中間人口がすごく多くなるようなところから一駅ですからね、柏という大きなターミナル駅から一駅5分、5分ですね、うん、そうですね。これいろいろテストになると思いますね。テトリアのね反響どうですかって話を聞こうと思ったのに、もういきなりイヤシープの話にするからもうねもうイヤシープの話になっちゃって、ね、イヤシープ宣伝会になっちゃって、前田さんの前田さんの方に行ったの、テトリアスの方のアピールしないとっつってね、はい、でイヤシープでっつって、はい、じゃあ、まあ、イヤシープを作りながら、はい、何やってます？その武田塾もやってますよね。武田塾もはい、業者やらせていただいてますね、うん、であと椎茸の農園、椎茸農園、はい、もともとはそもそも就労継続支援 A 型事業所、二事業所、はい、A 型事業所、はい、はい、あと今美容室、はあ、これは普通の美容室、普通の美容室です、単なる、はい、単なる美容室です、うん、これも我孫子でやってます。なんで美容室を始めたんですか？たまたま人材がいたんで、でなんか働き方に悩んでいたのでじゃあ箱作ってあげるからうちで働けばっていう話をした。とりあえずなんかもうね、はい、治るとかもう 3S とかもうコインランドリーとか全部もう我孫子でやってもらって全種類やって それを全部実況中継してもらったら一番早いんじゃないこれ。結局いくつ事業やってるの今？今10個です。10個、はい、まあ、私の事業テーマとしてはそのローカルビジネスを通じて地域貢献をしたいなっていう思いが強くて、まあ、確かにそうするとね、我孫子に何個も作れないもんね。そうですね、そうすると10種類になっちゃうよね、はい、うん、はあ、けどすごいよね。それはもしかしたらね、この調子で3年4年とか経っていったら、うん、我孫子というすごいスモール、うんうん、エリアでマルチフランチャイズみたいなものができているというね、まあ、これはすごいかもしれないね。下ったら1個当たったものを見つけたらそれ量産するかな、うん、まだまだ僕たち手伝ってるフランチャイズあるんですけど、いやこれもちょっと我孫子でありかなとかって思ってるものがないですか？5月か6月に某パン屋さんのフランチャイズ、はあ、あれね、加盟決まっておりまして、あそこね、はい、うん、はあ、オープンする予定で、はあ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 、あとはナオルはすごく興味があって、実はうちの母の一族はみんな柔道整復師なので、ナオルは結構興味を持って今見てます。僕も例えばもう新宿とかで全フランチャイズ加盟して一棟そのもう支援してるフランチャイズでもう見学、あ、みんな見に行ってとかね。いやでも新宿時代さん、うん、これまた新宿で流行ってますって言っても新宿だからでしょってなっちゃうからね。それだったら我孫子だよね。の方がいいんだけど我孫子遠いから中野ぐらい。これフランチャイズの永遠のテーマですね。僕も先駆け武田塾というのが昔ございまして、それを大きい駅で試したらこれは流行るの分かってるから、下宇佐中山っていう微妙な駅で流行ったら俺は全国で作れますって言えるだろうと思ったらダダ滑りしたっていうね。ヤシープもどこにあるんですか今？柏と藤沢、藤沢あれでしょ、古川さん、はい、あと新宿、
池袋、新宿、池袋、藤沢、柏、阿鼻子、沖縄と京都ですね。阿鼻子やばいって浮いてるって。前田さんからも阿鼻子が当たればもう全国展開できる。いやその通りだね。だからお願いしますっていうふうに言われて、いきなり阿鼻子の実験が終わってるフランチャイズだったらめちゃくちゃ夢あるね、ゼロ時で。そうだよね、前田さんからしてみたらね、お願いしますって、ね、それは分かるけど、普通ね受けないから、うん、まあ武田塾の歴史で言うと大阪もね、河内松原って駅でまずね結構関西で早い段階でやったんですよ、うん、なかなかマニアックな駅で、そこも結構来たんで、それはすごいプラスでしたよね、河内松原で来るんだ。最初やっぱりそれはうん、むちゃくちゃプラスだったね。だしあとはね、平林オーナーの太田川、そうね、東海市っていう市でいうと東海市で、やっぱ10万切る、10万人を切るところでまた平林オーナーがうまくいってくれた。あとは遠藤オーナーがどこでしたっけ、森山ね、滋賀の森山、滋賀森山も人口少ないんだよね、少ないね、8万人で成功してくれたっていうのは。けどさすがにその辺の成功事例も50校舎とか100校舎の時ですよね。そうですね、だから本来なら400校舎ぐらいじゃないと作らない駅を50とか100の段階でやってくれて、それでうまくいったっていうのは武田塾の加盟開発にとってすごいプラスだったって、もう延々と語り継がれる、もう本当ね、平林兄弟と遠藤オーナー、そういう小さい駅で成功してくれた人たちには本当に感謝の気持ちがあるんですけど、ゼロ字でやるっていう。加盟金が例えばね、柏は500万ですと、阿鼻子だから100万ですとか、うん、なってりゃこれまた いろいろ考えるわけだけど、加盟金は全部一緒なわけじゃん、フランチャイズで、うん、だから小さいから始める人ってあんまりいないんだよね。ヤシープだって津田沼も千葉も空いてるんでしょ。空いてますね。信じらんないね。いやけど本部としてはめちゃくちゃ助かるね。本部としては助かるし、うん、本当柏と阿鼻子がほぼ同時に開くっていうのがこれは面白いし、面白い。柏が先にできてて阿鼻子ができると、この柏のオーナーは俺が耕したっていうからね、阿鼻子から来てたんだと、ほぼ同時にオープンしたんだったら、それでどういう風になるかっていうのは非常に面白いよね、うん、そしてできれば柏を抜いてほしい。そうしたらもうね助かるよね。柏とか大きい駅じゃなくてもいいんですって言ったら、もう竹村さん的にはめちゃくちゃ助かるから。柏と阿鼻子ってやっぱかなり違うからね。まあ、そうですね。前田さんもね、さすがだよね。だってフランチャイズチャンネル使わずにさ、知り合いベースでこんだけもう何件か決めてるわけでしょ、うん、でちゃんと実験を終えてから満を持して出ようとしてるでしょ、うん、多分ね。柏よりも売り上げがいいってなったら、まあそうなったら今度はやってる人がいいんだろうって言われるんだけどね。まあね。でもセラピストが神の手だから、今度は柏から阿鼻子に行きますよっていうものでもないじゃない。そうですね。だから純粋に僕は証券人口が測れると思うんだよね、うん、3ヶ月ぐらいで様子分かるんですかね。すごい楽しみにします。はい、テトリアの話を聞こうと思ったら、そう全然テトリアギアシープの話だったね。もう一回、ね、次こそはテトリアの話を聞こうと思ってるんですが、どうなるか、はい、はい、また